第節あんまマッサージないし生体止圧などの物理療法皮膚を直接刺激して血液循環を改善する方法として伝統的な針球あんまマッサージ止圧生体などがありますこれらは西洋医学的には物理療法と呼ばれ皮膚を刺激して血液循環を改善する方法でやりさまによってはがんにも絶大な効果があります しかし、あまり強く、シ圧やアンママッサージを行うと、筋肉や皮膚を傷つけることもあります。整体では、急激に筋肉を引き伸ばしたりする操作で、一つ間違うと、筋肉や人体を損傷したり、極端な時は骨折を起こしたりしますので、注意が必要です。治療院と称して、多くの治療師が治療行為を行っています。しかし、 治療師によって技術の格差が大きくがんなどの難病に対して医師がびっくりするほどの治療効果を上げる治療師もいますが治療を受けるとかえって気分も病気も悪くなるような治療師もありますまた健康保険外の治療となることが多いため高額な費用がかかります病院や医院でも資格のある物理療法士が勤務していて このような施圧やマッサージ等の物理療法を健康保険の適用内で行っています。ところが保険点数が法外に安く、また西洋医学の中での物理療法の評価が極めて低いので物理療法士たちの治療に対する意欲も低く外傷や脳血管障害後のリハビリテーション以外には治療効果はほとんど望めないのが現状で病院や医院でのマッサージは がんん。治療にに対しては何にも期待できません西洋医学では頭痛などがある場合 CT スキャンなどの画像診断で異常がなければ心配することはないと診断される場合が多く腰痛でも X 線写真の画像で骨に異常がなければ筋筋膜性腰痛などという病名をつけられて放置しても大したことはないと言われます 肩こり、寝違い、便秘などに至っては、時には病気の仲間に入れてもらえないこともあります。しかし、東洋医学的に見れば、これらの症状は、立派な病気であり、重大な病気の前触れであることも多いのです。大抵は、内臓の基地の乱れがとりあえず、経絡を通して、頭痛、肩こり、腰痛、便秘などの症状として出ていることが多いのです。 鎮痛剤や張薬で症状はとりあえず改善しても放置すれば内臓の基地の乱れは固定化され長年の間にはがん組織を形成する原因になります人によっては心筋梗塞や脳出血で急死することもありますこのように西洋医学では完治できない段階で起こるわずかな症状から重大な疾患の発病を予想し 指圧やあんまや針などの簡単な方法で、基地の乱れを改善して病気を治療するのが伝統的な東洋医学の手法です。指圧やあんまなどの東洋医学的物理療法は内臓の基地の乱れを改善し、がんの治療にも一定の効果を上げると考えられます。第6節指圧で胃がんを治した。小山善太郎この部分は？ 水山一著名人たたちの東洋医学より引用しましま明治から大正にかけて小山全太郎という始圧治療の名人がいました小山全太郎は若い頃ひどいリウマチに悩まされていましたリウマチ慢性関節リウマチは全身の関節のいくつかに慢性の炎症が起こって腫れてひどく痛み進行すれば 関節周囲の骨が破壊されて変形し重症化すれば内臓にも病変が波及しだんだん動くことが困難になっていく難治性の疾患ですがんと同様にリウマチは今でも原因不明ですしたがってこれなら完全に治せるという治療法は現在でもありません小山善太郎はリウマチに効果があるとされたさまざまな治療法を試しましたが 何の効果もありませんでした特に右手の痛みは強烈で2年の間まともに動かすこともできませんでしたある時海岸の道路を歩いていると檻からの強風に大切な帽子を飛ばされてしまいましたこの時思わず動かない右手を伸ばして帽子を空中で掴んだのですこの時の痛みは耐え難く彼は その場に倒れてしまいまいしした。しばらくして我に帰ってみると不思議なことに右手の痛みは完全に消えており長年のリウマチが完全に治っていましたこの奇跡的な出来事を体験した小山善太郎は今の医学では解明されていない神秘的な治療法がこの世に存在しているのではないかと考えました敬験なクリスチャンであった小山善太郎は 彼の治癒体験が新約聖書の中でイエスが病人に触れて立ちどころに病を癒したという記載と共通するものあるのではないかと考えました。それからイエスはツロ地方を去りシドンを経てデカポリス地方を通り抜けガラリアの海辺に来られた。すると人々は耳が聞こえず口の聞けない人を身元に連れてきて。 手を置いいいいててやったたただきたいとお願いしたそこでイエスは彼一人を群衆の中から連れ出しその両耳に指を差し入れそれからつばきでその下をうるおし天を仰いでため息をつきその人にエパタと言われたこれは「開けよ」という意味であるすると彼の耳が開けその下のもつれもすぐ溶けてはっきり話すようになった 小山は聖書にはイエスが病人に触れて病気を癒したという記載が多くある点に注目し触れることは死圧に通じるのではないと考えましたそして天の啓示を受けたかのように死圧こそがイエスが行った奇跡の治療法であったのではないかと直感したのですそして試行錯誤を繰り返しながら工夫して自分独自の死圧術を編み出したのです 小山は自身が開発した視圧術を親友あるいは囲碁仲間その他にリウマチや異病などの病人を集めて試みてみました病人たちは小山に視圧を受けると快く感じるということでほとんどが毎日通ってきましたそのうちにリウマチで手足が不自由であった人がある程度改善したり胃がんらしき人が治癒したりしたのです 小山善太郎は次第に自分の治療法に自身を持つようになりましたそして自分の治療法の理論のようなものが曖昧ながらも固まり始めたのです小山は自分の考えが正しいかどうかを検証するため高尾山に登り1週間という期間を決めて断食座禅水行を行って天地自然の理に学ぶことにしました ある時は岩上にひざまずき、ある時は山頂に立って下界を見下ろし、また、ある時は滝に打たれつつ、一心に神に祈り続けました。しかし、何の啓示もなく、予定の1週間はすぐ過ぎ去ってしまいました。がっかりして、正然、しょんぼりと下山している途中、一本の枯れた大木が彼の目に入りました。見渡す限り、 緑濃く繁もしている中でこの大木だけが枯れている。なぜか同じ身体を所有しながら肺病・肺結核になり胃がんになり中部・脳出血や脳梗塞になったりする。なぜか大木の彼氏と人間の疾患とは共通点があるのだろうか小山はそう考えながら1週間滞在した山を今下ろうとしているのだから。 最後の祈りをしようと崖の上に腰をかけてまさに祈りを始めようとした刹那、そばに置いたステッキガサを谷に落としてしまいました落としたステッキガサを拾おうと崖を伝わって谷に降りるとステッキガサは崖の上から見た枯れた大木の根本に止まっていました大きは人間が3人かかりで抱えるほどの大きさでしたのでその崇高な感じに打たれた小山は 崖の上から祈るも、ここで祈るのも一緒と考えて、そこで祈り始めました。祈り終わって、頭を上げようとしたその瞬間、何か凄まじい音が今降りてきた方向から、彼に向かって近づいてきました。見上げると、それは、崖から崩れ落ちてきた大石でした。小山は、あまりの不意打ちに、全身が身のけ立ち動けなくなりました。しかし、 ヤというところでその大石は頭上のツタカズラに引っかかって止まりましたもしこのツタカズラがなければ彼はそこで大石に打たれて最後を遂げていたことでしょう大石が引っかかったツタカズラをよく見ると大木の枝に巻きつきこの大木が枯れた原因を示していましたこの自然現象を見た小山は肌と膝を打ちました って傘が落ちて枯れた大木に触れた。大石が落ちてツタカズラに触れた。これは枯れ木に特に注意するようにという暗示に違いない。枯れ木を見よ。ツタカズラを見よ。このツタカズラがこの大木を枯らしたのだと神が教えているのだ。